皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はこちらのブランド、レイモンドウェイルのご紹介です。1976年、日本初の電池式クォーツウォッチが台頭した時代の真っ只中にスイスにて誕生。スイス時計の伝統と職人技を維持し、かつ手頃な価格で提供することをモットーに、現在まで親子3世代にわたって継承されているスイスでも数少ない家族経営の独立系ブランドです。伝統的な分業によって作られる本場のスイスウォッチが欲しい、昔ながらの正統派デザインな腕時計が欲しい、正統派の中に芸術性を感じるようなちょっとした遊び心も欲しい、飽きずに長く使える腕時計をリーズナブルな価格で選びたい、そんな方におすすめのブランドです。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、それではいつも通り創業データからお伝えしていきます。レイモンドウェルの創業は1976年。その時代背景、前の時代と後の時代に分けてお伝えしていきます。まずは前の時代、1960年代末から1970年代。この時代は機械式時計からクォーツ式時計の時代への過渡期です。1960年代末は自動巻き機構を搭載したクロノグラフが世界で初めて作られた時代であり、機械式腕時計が一時の完成形を迎えた時代。しかし同時期、電池で動くタイプ、クォーツ式の腕時計も誕生。結果、コストパフォーマンスに優れるクォーツ式の腕時計の人気は機械式を大きく上回り世界を席巻。クォーツショックと呼ばれる機械式時計が売れない時代が長く続きました。そしてレイモンドウェイル創業の後の時代です。1980年代。この時代はクォーツショックの後、機械式時計が息を吹き返した時代です。イタリアを中心に機械式クロノグラフ復活を望む声が高まり、1940年代から1960年代の間に生まれた名作の数々が次々に復活を遂げました。有名なものではブライトリングのクロノマットというモデルが復活したのが1983年、ゼニスのエル・プリメロという機械の製造が再開されたのが1984年です。まとめると、レイモンドウェイルが誕生したのはクォーツウォッチ全盛期から機械式時計が復活する時代への過渡期。当時危機的状況だったスイス時計業界の歴史を途絶えさせないために立ち上げられたブランドの一つということになります。そしてブランドの創業者はこの方、ブランド名に同じくレイモンドウェイルです。1949年よりスイス時計製造業界へ、約26年のメーカー勤務を経て1976年に自身名でブランドを発足。ブランドの経営を行いながら、ジュネーブ時計メーカー組合、時計製造業界トレーニングセンター、スイス時計協会などの職能団体においても重要な役割を果たした人物です。創業背景については公式サイトにこのように。1976年、時計業界が危機に陥る中でレイモンドウェイルの歴史が始まりました。創業者レイモンドウェイルは自らの会社を設立し、伝統的なスイス時計製造の技術を投影したタイムピースを生み出すことで、時計業界に新しい風を吹き込もうとしたのです。レイモンドウェイルの作品はたちまち時計愛好家たちからの称賛を受けるようになりました。またレイモンドウェイル、音楽と芸術にも深い愛を持っていたことでも知られます。現在のブランドの主要コレクションに音楽関連の名称が用いられているのはそのためです。レイモンドウェイルが自身のブランドを創設した背景には、1970年代のスイス時計業界が直面していたクォーツウォッチの台頭が大きく影響していました。その時代はスイスの多くの伝統的な機械式時計メーカーが経営難に陥り、閉鎖を余儀なくされることも少なくありませんでした。レイモンドウェイルはこうした時代の変革期の中で、市場のニーズと技術革新のバランスを取る重要性を認識、スイスの時計製造の伝統を守りながらも現代的でチャレンジングな要素も取り入れたブランドを作ることで、スイス時計産業の歴史を守り抜くという強い意志を持っていました。また彼がブランド創設を決断したもう一つの動機には、時計製造に対する自身の理想を形にしたいという強い欲求もあったのだそう。腕時計が広く普及した1950年代からクォーツウォッチが台頭した1970年代、激動の時代の真っ只中、多くの時計製造の現場で経験を積み、市場のニーズや技術的知見を蓄えたタイミングでしたから、時計ブランドの立ち上げは彼にとっては自然なステップだったのかもしれませんね。レイモンドウェイルの時計作りに対する深い理解と情熱には多くの時計職人たちも賛同。サプライヤーとも密接な関係が築かれ、ブランドは創業とともに急成長。小規模な個人経営の時計メーカーながら、洗練されたデザインと時計としての精度の高さからすぐに国際市場でも評価されるように。
1980年代には世界中の時計愛好家やコレクターに認知されるまでに成長していきました。その後1982年にはレイモンド・ウェイルの娘婿であるオリビエ・ベルンハイムが会社へと加わり、1996年に社長兼 CEO に就任。オリビエはフランスで生まれ育ち、ビジネスと国際的な経営に関する教育を受けた後、いくつかの国際企業でキャリアをスタート。彼の国際的な視野とビジネスマネジメントのスキルによって、ブランドは新たな市場開拓と革新的なモデルの開発を進めていきました。特に力を入れたのは国際的な市場で存在感をアピールすることだったといいます。オリビエはスイス国内だけでなく、ヨーロッパやアメリカ、アジアなどの主要市場でのブランドの認知度を高めることに尽力。高級時計市場で戦えるクオリティを維持しつつも、比較的手頃な価格で提供するというモットーを掲げ、世界へとアピール。他のスイス製高級時計ブランドとの差別化を図りました。また創業者レイモンド・ウェイルと同じく、音楽と芸術への深い愛を持っていたオリビエ、ブランドの哲学と音楽とを融合し、音楽業界やアーティストとのコラボレーションを発表。1983年には作曲家モーツァルトの名を冠したアマデウスコレクションをミロス・フォアマン監督の同名映画と連動して発表。続けてベートーベン唯一のオペラにちなんだフィデリオ、トラビアータ、サクソなど音楽にインスピレーションを受けたコレクションを次々と発表し、音楽との結びつきを大切にするブランドのアイデンティティを確立させました。こうして2代目当主オリビエのリーダーシップにより、レイモンド・ウェイルは国際的な市場において十分な存在感を示し、特に音楽や芸術に関心のあるファンから強く支持されるようになりました。ちなみに輝かしい功績の裏で、実は得た問題に直面していたのはまさにこの時代。得た問題というのは、ムーブメントメーカー得た社がスウォッチグループ以外への供給をストップすると宣言した出来事です。当時スイスの時計メーカーの多くは得たが作るベースムーブメントを使用していたため、寝耳に水の大騒ぎとなりました。結果セリタなどの後発ムーブメントが代役を担ったことで事態は収束していますが、この時代のレイモンド・ウェイルも間違いなく影響を受けたことでしょう。その後ブランドをさらなる高みへと押し上げることとなる人物が、3代目としてブランドを引き継いだのはオリビエの息子、創業者レイモンドの孫であるエリー・ベルンハイムという人物。エリーはローザンのホテルスクールを卒業後、他社でのキャリアを経て2006年にレイモンド・ウェイルに入社。製造、マーケティング、事業経営など幅広く経験した後、2014年に父親のオリビエから CEO を引き継ぐことに。エリーもやはり代々受け継がれた音楽愛の持ち主、ピアノとチェロの演奏という趣味を持つという本格派です。創業一族の音楽芸術への愛について、公式サイトにはこのように、レイモンド・ウェイルの時計に欠かせない要素として芸術があります。一族に脈々と流れるインスピレーションの源がミュージック&アート。特に音楽には深い愛情を持ち、家族全員が音楽家でもあります。創業者の娘はピアニストであり、孫のエリー・ベルンハイムはピアノとチェロの演奏者です。音楽の持つ感性、精密さ、パフォーマンスは我々が作る時計の価値ともリンクします。エリーの時代もまた父親の時代と同様に、創業時より大切にされるスイス時計産業の伝統への敬意と、音楽や芸術との融合というブランドのアイデンティティを尊重しながら、時代に合ったチャレンジが進められていきました。2007年、ブランドを引き継いですぐに発表したコレクションフリーランサーは、それまでのブランドにはないモダンスポーティーなデザインで主に都会で働く若年層にヒット。以降も伝統的な時計製造技術とモダンなデザインを融合し、カーボンやセラミックなどの新素材を使用した時計の製作にも果敢にチャレンジしていきました。音楽関連では2018年から2021年までの間に、ビートルズ、デビッド・ボーイ、エルヴィス・プレスリー、ボブ・マーリー、ギターブランドギブソン、アンプメーカーマーシャルとのコラボレーションなど次々に発表。アート分野では2023年にモダンアートのカリスマ、ジャン・ミッシェル・バスキアとのコラボモデルも発表し、いずれもブランド史に残る名作となっています。さらに2023年にはそれまでの自身の集大成ともいえる傑作ミレジムを発表。企画からプロトタイプの制作、商品としての実現まで約3年の歳月を費やしての完成とあって、その出来栄えは素晴らしいものに。時計界のアカデミー賞と称される表彰イベント GPHG2023 において見事チャレンジウォッチ部門賞を受賞するに至っています。で、またまたちなみになんですが、エリー時代にはリーマンショックがありました。親子3代にわたりクォーツショック、エタ問題、リーマンショックと大きな波がありながら家族経営を貫いていることからも、このブランドの底力を感じますよね。エリーはこの時代において公式ウェブサイトやオンラインストアの強化、ソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略の導入などを積極的に行うことで、若年層へのアピールにも成功しています。
現在レイモンド・ウェールは誠実なる芸術という言葉を掲げ、スイス時計製造の伝統の継承、音楽、芸術と時計製造の融合コンセプトに活躍の場を広げています。公式サイトにはこのように、創業から変わらぬ理念とスイスならではのクラフトマンシップが奏でるレイモンド・ウェールの時計、たとえわずかな差であったとしても全てのディテールにプライドをかけて本当の美しさを突き詰める、これこそ我々がフィロソフィーとして掲げる誠実なる芸術の本質です。長らく知れ渡っていなかった日本にも2017年に正規上陸を果たし、日本の時計愛好家にも徐々に浸透、これからますます楽しみなブランドになっています。では誠実なる芸術、レイモンド・ウェールの現行コレクション見ていきましょう。現行コレクションは全部で7ライン、ここでは5つピックアップにてご紹介していきます。まずはこちら、彫模様の文字盤を持つエレガントなラウンドウォッチマエストロ。スイス時計製造の粋を集め、クラシック音楽の世界と偉大な人物、作曲家、指揮者が持つ尊敬の念を称えるコレクション。そして GPHG2023 にてチャレンジウォッチ部門賞を獲得した傑作ミレジム。現 CEO エリー・ベルンハイムが手掛けたヴィンテージスタイルのラウンドウォッチ。1930年代をイメージしたものでありながら、モダンな表現技法を多く用いたデザインが素晴らしい。そしてスタイリッシュなアーバンスポーツウォッチフリーランサー。自由奔放な男性に敬意を表して作られたコレクション。現 CEO エリー・ベルンハイムのもう一つの代表作。そしてクラシカルなデザインのデイリーウォッチトップカーター。ブランドの背景にある芸術的音楽的精神を称えたコレクション。そしてタフでスポーティーな多機能ウォッチタンゴ。特徴的なベゼルと6つの飾りネジがデザインコード。スイスの伝統を引き継ぐと言いつつも自由度の高いデザインがいい。作られた時代背景や手掛けた人物の興味関心の方向性などが分かることも面白い。そしてどれも手が届く価格なのもいいですね。ミレジムコレクションの GPHG 受賞後、専門誌クロノスのインタビューにおいて CEO エリー・ベルンハイムは新たな機構の追加を考えていると答えており、引き続きコレクションの拡充が行われることを匂わせていました。すでに2024年4月のウォッチズ&ワンダースではムーンフェイズのバリエーションを発表。その後もサイズ展開やクロノグラフの追加なども次々に発表しています。クロノグラフ以外のものは価格帯30万円台と非常に優しい設定です。その価格のスイスウォッチって今あまりないんですよね。特にミレジムのようなデザインのものは少ない。短期で注目されているタイミングですから、今後はもしかするとライバルが出現する可能性もあるでしょうね。そうなれば切磋琢磨で両者ますます良くなることでしょう。ミレジムはスイス時計産業全体への良い刺激になっていることと思います。またバリエーションの展開はエリー氏を中心にしたチームで企画されるとのこと。今後どんなものからどんなインスピレーションを得てどんなバリエーションが作られるのか非常に楽しみですね。はい、といったところで本日はレイモンド・ウェールというブランドについてお伝えしてきました。創業から約50年とスイスのブランドの中ではかなり若いブランドではありますが、親子3代にわたりしっかりとブランドの核が構築されており、それが商品にも現れているのが素晴らしい。個人的にはミレジム 35mm サイズのブレスレットタイプがかなりツボです。でも今後のコレクションの拡充もどんなものが来るのか楽しみですね。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。